交尾してますね。交尾してますね。すごいですね。たくさんいて幸せですね。八幡さんは普段ここで樹液とか吸ってんですか？吸ってない。甘いもんあるから東京たくさん。あ、本当ですか。今ちょっと急遽カメラ回してるんですけども、はい、ちょっと音が聞こえるじゃないですか、すごく工事現場みたいな、はいはい、何ですかこれ。ライトトラップですよ。ライトトラップ、そう、すごい優しい方で、で、ね、撮影もしていただいていいですよ、ね、すごい、こうやって見て、オオミズアオじゃないですか、ほらこれちょっとまた別のね、かわいいですね、クワガタカブトムシじゃないですけど、モスラって呼んでるわ、モスラって呼んでるのね、かわいい、そう、俺ゴジラって呼んでるよ。いや、いいよモスラめっちゃウケてる、ね、モスラか、まだカブトムシとかは来てないらしいんですけど、ああ幸せですね。いや、いいですね、こうやってこうやって子供がね、まだクワガタカブトムシを好きっていうのも嬉しいことですから、家族欲しいですね。いや、本当に息子さんを連れてこうやって頑張って準備してるっていう方がいて、方やね、こちら八丸さんはね、ノリスさんに金魚の糞で、はい、いや、言い過ぎでしょ、言い過ぎだよ。車の中でも寝てましたよね。寝かけてた、あんまりどう見てるね。そう、さあ、ちょっと僕くれるの、あ、いい、ありがとう。ちょ、もっとちゃんと頭、ありがとう、頭下げてちゃんと。この少年が大水沢をくれました。ありがとうございます。もう一匹くれました。ちゃんとお礼言ってください。ありがとうございます。大丈夫です。いらないかな。いらないものを欲しい八丸です。、はい、これは一貫じゃない。綺麗ですね。でも美しき大水沢を、わあ、すごい。じゃあちょっとこれから山奥に入っていくんで、はい、大水沢と一緒に行きましょう。はい、はい、すいません、ありがとうございました。ありがとうございました。これすごいです。これヘビやばいよ。これヘビが、ヘビが入ってた。寝てますね。寝てるね。これはすごい。これ八幡さん、え、やらないよ。何言ってんの。今日はそうなんですね。そう、まあ登録者180人でやることじゃないよ。何人でもやんない方がいいです。いや、これはちょっと危険ですね。はい、ヘビもいまして、今現在大爆麦を求めて歩いてるという感じで。お、でっかいのありました。あ、これ大爆麦ですか。言えてなかったけどね、クニュギって言って。あ、普通のでもこんななる時あるんですね。大爆麦に似たようなクヌギ、ウロもでっかいですけど、すごいね。なかなか見ないですよ、東京じゃ。今ノリスさんが脚立を使って、脚立持ってきてて、そういうことか、はい、そうですね。で、上の方のウロを覗いてます。なんかこうなってきたらやっぱヘッドライトの方がいいですね、うん、絶対。あ、なんか奥にいる。お、何か発見。何かいる。あ、いたかも。見える？ここ。え、これ、え、大久保ですか？大きいよ、かなり。大久保じゃないですか？あ、入っちゃった。いたんだけどね、ウロに入っちゃったね。あ、深いわ、これ。あ、すごい深い。この穴のことをウロというの、ね。そう。大久保じゃなかったですか？今はね、ここにね、顔出してたんだよ。ちょっとカメラに映んなかったかもしれないですけど、はい、大クワガタっぽいやつが顔を本当に一瞬だけ出したんですよ。それで、まあ、ウロが意外と奥まで深いってことで、はい、だからもう完全に住みかなんじゃないかっていうので、今ちょっと格闘中でノリスさんが、はい、ちょっと靴を使って、はい、でちょっと今必殺仕事人みたいな武器を持って。いや、本当に職人です、これは。相当深いってこと。相当深いとこまで入っちゃったね。こうやって一回こうなったら、後で。もうちょっと厳しいですね。あ、もうその日は。また後日、顔出した時を狙って撮るしか方法はないですね。もう八丸さん見てないから。もう何も分かんない。何も伝わってないでしょ。うん。二人の中テンションだけで想像してる。いや、マジで、うん、マジで大クワだったと思います。ああ、そっか。いや、だから八丸さんは、うん、無理っすよ。無理ってどこで。共有できないですよ、今この感じ。いや、いいでしょ、別に。3人で山梨まで来たわけだから、いいでしょ、別に。本当に絶対いいじゃん。なかなか本当に見れないから。いいっすよ、いや、そうでもいいじゃないですか。うわぁ、いいなぁ。いや、夜景もすごい綺麗ですけど、まあ、最終結果はとりあえず後ほどという感じで。本当に感動するな。そうですね。何これ。これからちょっと甲府市内に戻りたいと思います。はい、ということで車の中なんですけど、まあ疲労困憊ですね。もう今3時半ですね、時刻は、うんうん、まあそう、結局、まあ、コクワガタだけでした、捕まえられたのは。まあそうだね。はい、結果から先に言うと、メスが2匹の、オスが7匹、合計9匹。あ、結構いるな。取れて、ノリスさんが言うには、そのこの時期にコクワガタとはいえ取れたのはすごい運がいいっていう、その中でのもう
結局八丸さんは見てないんですけど、いや何とも言うんですもうどうしても八丸さんに見せたかったんですよ、うん、だから三森くん飼ってるようなあれがあそこにいたってことですか、はい、そう言い方違うんですよ全然違います。本当にだからその大爆麦のそのウロの中を探すとか樹液採集自体があんまりしないですからね東京で。あそっか。本当に高尾山に行って、うん、僕らも本当に初心者なんで、うん、街灯の周りをこう練り歩いてミヤマクワガタ飛んできてたのを捕まえるとかぐらいしかやったことない中でもうまさかオオクワガタ見れると思ってなかったし、ね、まあ結局捕まえられてなくて映像にもちゃんと残ってないから、うん、不確かではあるんですけど、うん、オオクワガタらしいオオクワガタじゃないとありえない顎の形とか、まあまあ2人揃って言ってたもんね、はいはい、でもまあノリスさんがいろいろね本当に丁寧に教えてくださって昆虫採集オオクワガタ採集の良さとか、うん、そういう山梨の良さとかもねノリスさんの行きつけのお店で、そうだね、まあご飯本当にごちそうになって至れり尽くせりでで ノリスさんからあのお土産とかもいただいてすごい、ね、びっくりしたんですけど、まあ、それまた別の動画で別の動画で上げさせてもらうんで本当にすごいいいところだなって思ってうそうだな、はい、どういう感じの動画の編集になるか分かんないんですけどその803803で昆虫ハウスの方の動画も撮ってたり、うんね、ノリスさんはノリスさんでノリスチャンネルのYouTube を撮ってたりで各々のカメラでの視点になるんでまた良さがあると思うんで概要欄載せとくんでぜひ八丸さんのチャンネルもノリスさんのチャンネルもご覧になってください。はい、そんな感じで、はい、はい、ということで一応終わった感じを出したんですけど、はい、実はその一緒に最初行ってくれたノリスさん、うん、はい、僕が、まあ、びっくりして映像もちょっと微妙な感じで捉えきれなかったあの、うん、オオクワガタらしきもの、はい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 、そこのだからウロそいつがいたウロからノリスさんが後日オオクワガタを捕まえたらしいです。いやすごいっすね。ほんでオオクワガタだったんですよ。ちょっと喉がいやそれは全然編集で待てるからごめんなさい僕のウロの中に。ああ、ちなみにその写真がこちらです。はい、おお、ねえ見てないから分かんない。八丸さんとやっと共有できた。まあまあまあそっか、信じてたけどな俺は。いや、よかったですよ本当に。あ、泣くとかじゃん。違う違う、めちゃくちゃ軽かったです。いや、ノリさんおめでとうございます。おめでとうございます。僕ら本当にすごい貴重な瞬間を目撃してたんですよ、うん、僕は。いやいや、なんで、ま、やっと歩み寄ったので、ノリスさんのあのツイッターからもう湧き出るあの感情興奮が伝わるような文面で僕らの名前も一応入れてくれて、三森さん、八丸さんっていう感じで言ってくれてたけど、ちょっと八丸さんは入れなくてもいいんじゃないかな。いいじゃん、ちょっと共有できてないんで。いや、そしたらギスギスするよ。それぐらい人を魅了するオオクワガタ、天然の。いや、良かったですね、だから結果。はい、まあ今後ね、6月にも入りますし、ね、こっからがシーズンですから、僕らも頑張ってオオクワガタを見つけたいなと思う。そうですね、ところになります。はい、はい、ということで今回はまあノリスさんがまあ後日多分そのオオクワガタ撮った動画も上げると思うんで、そちらもぜひ見ていただければと思います。ということで、改めまして本日の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。